はい、それでは本日は令和3年司法書士筆記試験一発合格されました斉藤智美さんにお越しいただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。いやちょっといろいろお伺いしたいんですけれども、はい、まずそもそもなんで資格そして司法書士を目指そうかなってきっかけを教えてください。はい、きっかけは私はもともとこう仕事をずっとやっていきたいなというふうに思っていたんですけれども、そんな時にちょっといろいろありまして仕事を急遽辞めることになってしまって、どうしようかなと思っていた時にこう自分の人生をこれからのことを考えて、長期で続けられていろんなこうライフプランの変化があった時にも、専門性を持って働いていきたいなと思っていたので資格を取ろうと思いました、で、司法書士という資格を調べた時に、法律にもともと興味があったということもあったんですけど、将来的に独立の可能もしやすいというところでいろんな働き方ができるのかなと思って選びました、はい。いいですね。お仕事自体は法律とは関係ないお仕事でした？もともとされてたのは。はい、全く関係ない仕事でした。はい、ではその司法書士を目指そうかなっていう時に、予備校レックを利用されたんですけれども、なんでレックにしようかなって思いました？そうですね、いろいろ調べた時にやはりレックは一番の大手ですし、老舗というところで実績は申し分ないなというところでレックさんにしようと思いました。はい、佐々木クラスを選んだ理由はその中で何でしょうか？はい、そうですね、いろんなウェブに上がっているいろんな先生の講座を見たんですけれども、その中で佐々木先生のこういろんな説明もすごい分かりやすくて、でこう一発合格に対するお考えっていうのもすごい共感して、執念ありますね、はい、はい、すごい共感していて自分に合っているなと思ったので、佐々木先生の元なら絶対合格できるなと思って選びました。はい、ありがとうございます。では見事目標通り一発合格果たされましたけれども、一発合格の秘訣を教えてください。はい、そうですね、一番はやはり一発合格しか考えてなかったっていうところかなと思います。なのでもう何が何でも一発合格っていうことを前提にして、先生にもご相談させていただいていたり、そのためにどうしたらいいのかっていうことをずっと考えていました。はい、ね、すごく辛かった時とかあったと思うんですが、モチベーション下がった時とかってどうやって乗り越えました？そうですね、モチベーションが下がった時には、息抜きとしてこう将来司法書士としてこうどういう仕事ができるのかなみたいなことを調べたりですとか、そういったことをしながらこう将来のいいイメージを持って、はい、頑張ってました。受かった後の自分を想像しながら頑張ったってことですね。はい、すごいです。ではではそれでレックを最終的に選んでよかったなっていう点をお聞かせください。はい、そうですね、やはり良かったなと思うのは2つ大きくあるんですけど、1つはやはりすごいテキストであったり模試だったりっていうところが充実しているので、直前期になっても元のテキストに戻ってしっかり学習が進められたなというところだったりですとか、あともう一つはやはりその佐々木先生のサポートが本当にずっとお世話になったので、モチベーションも下がらずに、はい、ずっと継続できたなというところが良かったと思います。はい、ではこれから司法書士を目指される方、そして、今、勉強されている方に向けて何かメッセージがあればお願いします。はい、そうですね、司法書士試験本当に大変な試験だと思います。で本当にこうもう嫌だなって思うとことか無理だなって思ってしまうこともあるかもしれないんですけれども、本当にコツコツこう毎日継続していけば絶対乗り越えられると思うので、ぜひ頑張っていただきたいなと思います。本日は貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうございました。ありがとうございます。